天国は奈良時代、または平安時代に活動したとされる伝説上の投稿、またはその制作した刀のことを指す。天国は日本刀剣の祖とされるが、その出身、経歴には謎が多く、大法年間の山和国の人とも、平安時代後期の人とも、複数人存在したとも言われ、諸説あるものの、実在の人物であるかどうかは定かではない。 鎌倉時代の日蓮は、この立ちは叱るべき家事作り効果と悟し以降天国、あるいは鬼切り、あるいはやつるぎ、胃腸には、菅進む枠マリアが、剣に以下で過去となるべきや、と記述しており、名工として知られていた。また、日本国元尊最古の統剣書である、カン,チインポ本名人では、人代単や日本国単や名、大宝年中、 陣代より東大までの上手丹野の各項目で取り上げられており、古来、名工として扱われていることが伺い知れる。また一伝承によれば、天国は日本刀初期の名工である三条、宗近の死であったともされる。天明四年の、斎話職人部類の丹野の項では、天国と共に丹野を行う年若き三条、宗近の挿絵が掲載されている。 天国が作成したとされる刀はいくつか現存するが、そもそも天国の実在が確認できていないことから、真偽は伝承の域を出るものではない。以下、天国作刀の伝承または記録が残されているものについて、真偽を問わず取り上げる。奈良県内には天国の居所に関する伝承が残されている。奈良県高市郡高取町あざ清水谷の アワラ峠北側にあった天がや集落には、天国が作刀した地としての伝承が残されており、刀高の長にが谷の地名の由来とも伝えられる。現在同地の集落は消滅したが、作刀の際に使用したとされる井戸が、当地に存在したもと、天国三和神社に残されている。同社は、天国の守護神である、大三和神社の大物主の分霊を祀っていたとされており、 現在、同時にある、厚生神社に移され合詞されている。奈良県宇田市には、天国が作刀した地としての伝承が残されており、市内の歌の闘戸にある、八坂神社には作刀の際に使用したとされる井戸が残されている。ありがとうございます。